はいどうもこんにちは、三好です。今回はですね、肩こりを解消するマッサージの方法を紹介していきたいと思います。肩こりの原因は大体みんなね想像ついてると思うんですけれども、筋肉の硬さなんですね。具体的には僧帽筋っていう筋肉なんですけど、首からこう、背中の方にまでかけて伸びているこの大きな筋肉があるんですけど、この筋肉の首からこう肩にかけてつながっているところ、ここが硬くなっていて肩こりを感じている方が多いですね。でこっちの僧帽筋をなくすと、その下に肩甲骨にこうつながっているこの肩甲挙筋っていう筋肉が硬くなったりすると、しこりができて肩こりを感じたりするんですね。であとはここね、この辺りにある筋肉とか、こういう塊の筋肉が硬くなっていてしこりもできていると、すごいね肩こりを感じやすくなってきますし、痛みとかもっとひどいとしびれとかも出てくることもあるので、この辺りをほぐしていけるとそういった症状がなくなってきますので、今回はほぐしていきたいと思います。僧帽筋はこの首のところからこう肩の方にこうつながっているので、ここをね触っていくんですけれども、特に硬くなりやすいのはこの辺りです。この辺りにしこりができている人が多いと思うんで、この辺りちょっとチェックしてもらいたいんですけれども、特に硬いところはしこりみたいになっていると思うんでチェックしてみてください。端っこの方からですねほぐしていきましょう。首の腹でこうやって押す人もいるんですけど、これだとね筋肉の表面を撫でてるだけで筋肉ってほぐれにくいんですよ。3本指から4本指でこうやってフックみたいな形ですね、指を作っていただいて、筋肉ってねこう指を垂直に当ててあげるとほぐれやすいので、指の腹じゃなくて指先を当てていきます。この指先をじわーっと筋肉に対して垂直に当ててあげます。特にしこりになってるところですね、硬いなって感じるところを押して、1,2 で2秒ぐらい数えて緩めて、2秒ぐらい数えて緩めて、押す強さは痛くない範囲でですね、このぐらい押すと気持ちいいなって思うぐらいでいいです。強く押しすぎると筋肉を壊してしまって逆に痛みが出る可能性もあるの で具体的な目安としては 500ml のペットボトル1本分ぐらいの重さを意識して押してあげるといいです。これを10回ぐらいですねやってあげると、初めの硬さよりもだいぶじわーっと筋肉が緩んでくると思います。しこりがある部分分かりにくい場合とか、本当に硬くなっている人は全体的にカチカチになっていると思いますので、そういう場合は端っこの方からですね、首の付け根のあたりから順番に 1,2 で緩める、で緩めたら今度ちょっとずらして横に行きます。 1,2 で緩める、スライドさせていくようなイメージですね。 1,2 で指緩めて横にスライド、 1,2 で緩めてスライド、 1,2 で、1,2 で、で今度ここが終わったら今度その下ですね、 1,2 で、こうやって端っこの方からまんべんなくマッサージしていけると、全体的に僧帽筋をほぐしていくことができるので、特に硬い部分とか分かりにくい場合はこうやって、全体的にほぐしていくようにしてみてください。ちょっとずつこうキュッと押して気持ちいいなってとこまで押したら、ちょっとずらして次に行くっていうようなイメージですね。まんべんなくやってみてください。これが一つ僧帽筋のほぐし方で、他にもいろいろ筋肉あるんですけども、あとは今日は肩甲挙筋やっていきます。肩甲棘っていうところがあるんですけど、肩甲骨のこの出っ張った骨をたどっていって、端っこまで行ったらそのちょっと、上のところについて、ちょっと押しづらいかもしれないんですけども、この辺りですね、この辺りをじわーっとこの2本ぐらいの指で時間をかけて10秒から20秒ぐらいじわーっと押していきます。力はそんなにいらないです。少し気持ちいいなって思う程度ぐらいでいいので、優しく押してみてください。それでも十分にほぐれてきます。10秒数えたら今度上にずらして、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10秒数えたらまた上にずらして、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 という形で、4段階ぐらいですね分けて、上から下から上まで、ほぐしてみてください。こんな感じで今回はマッサージの方法を紹介してみました。マッサージのポイントはこうやって撫でるんじゃなく、指先をしっかりと使って
筋肉に対してまっすぐこう押してあげるってことですね。しこりがある部分は重点的に何回か繰り返し行ってあげるとほぐれてきますので、強さは強すぎない範囲で、気持ちいい程度でできる範囲でやってみてください。肩がねすごく硬くなってる人はなかなか1回ではねすっきりっていうところまではいかないかもしれないんですけれども、繰り返し継続していくと筋肉ほぐれてきて、楽になっていきますから、ちょっとずつねやってみてください。まあ肩こりってねここだけではなくて肩甲骨の内側、もっと下のところですよね、まあ、背中が張ってて辛いなって方もいると思いますので、そういった方はですねテニスボール、これを一つ用意していただいて、仰向けに寝た状態でこうテニスボールを入れてね、背中をこう圧迫してあげると肩甲骨の内側とかもほぐしやすくなってきますから、そういったやり方も他の動画で紹介してみますので、リンクもですね下に貼っておきたいと思います。もう少しね詳しく分かりやすく解説もしていきたいと思いますので、また別の動画で紹介していきたいと思います。こんな形でこのチャンネルではマッサージの方法とかストレッチの方法とか、まあいろいろね体に関することですね紹介していきたいと思いますので、もし興味ありましたらよろしくお願いします。はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。